土の感触はどう？やばいです、抜けないですやばい、泥に足を取られつつ必死にバランスを取ります。田臥農工高校では今日田植えがありました。前身の田臥農業高校の開校以来90年近く続く佐のぼりと呼ばれる伝統行事です。佐のぼりとは田植えが終わった後のお祝いを意味します。新入生120人や地域の人など合わせておよそ180人が参加しました。県が推奨する品種、恋の予感の苗を植えていきました。聞こえてきたのは3年生による和太鼓です。32アールの田んぼに生徒の元気な声と勇壮な太鼓の音が響きます。早乙女姿の女子生徒も現れました。こちらも3年生で後輩の横で苗を植えました。3年生の時になってやっとちょっと先輩としてのお手本姿を見せることができて嬉しいです。和服とかは学校で準備されている昔からの伝統的なものでやっぱちょっと可愛いなと思ってます。地面がぬめってて逆に今気持ちよくなってすごいいませんよみたいな、みんなと会話も楽しいですね、はい。行事を通して生徒たちの互いの距離が近づいたようです。